いやいや、おるくん、くまです。今回はもう家買った値段よりもリフォームに使った金超えたんじゃねって結構言われて、70万超えたと。みんななんか予想が70万円ぐらいかかってるんじゃないかっていう予想をしてたので、今までかかった金額をざっくり、抜けてるとこあると思うけどざっくり発表していきたいと思います。よっしゃ。はい。え、そんなに安く仕上がったのっていう人はチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあせーの、10、頑張ってくぜ。しゃ、はい。はい、まさきくんの、じゃあまさきくんは金に一切関与してないので、まさきくんは予想を立てて何でも鑑定団方式でいきますか。ぜひ皆さんもね、一緒に、はい、予想していただければと思います。じゃあ、そうだな、予想、あ、カーテンと照明は入れてないです。あ、OK です。風鈴、天気、あとあれも入れた、押し入れベッドも。押し入れベッド、あと床も。でも床材をまさきくんのおじいちゃんが1万2000円で譲ってくれてるから、それ結構金額のポイント変わってくる。これポイント変わってくる。これが1万2000円で上がったのでかい。あ、じゃあこれも1万2000円と。これは1万2000円。天気がまずいくらかが俺知らないかな。まず何を使ったかを出した方がいいから、天気、漆喰あとニスを塗ってるんだ。ニスを塗ってる、でも一個一個の値段も知らないもんね。2x4 も使ってるな。交番、こんなもんだよ。これビスで入ってます？入ってない、バスは入れてない。ビスとかの工具は入れてない。あ、OK です。じゃあ、漆喰がまずいくらとか全然わかんないよ。漆喰5000円ぐらいかで、ニスは意外と高い、3000円しねえか。で、リメイクシートを結構使ったんだよ。ごめん、リメイクシート抜けてる、俺が。だからリメイクシート入れてなくていいや。OK です。リメイクシートは、100均で多分2000円分ぐらい。で、2x4 が多分この時まだ上がってないと思うんだよな。で、初期はだいぶ安かった。そうですよね。1本500円ぐらいか。じゃあ1000円。合板が1枚1000円。1200円ぐらいか。2400円。足せ算ができるかどうかも。でここで2000円。いい仕事してますね、近頃は。こういう仕事をする。OK。いきます。はいよ。私の予想はドラえもんベア。はい。でん。3万。おお。いきます。これどんぐらいだったらいいですか？いい方ですか？その誤差。誤差3000やったらいい。あ、オッケー。オープンザプライス。でんだん。ぴったり。おお。マジか。大体そんな感じ。本当ですか？内訳合ってました。内訳は違うんだけど。合っていったね。合っていった。ニスは3800円。おお。で、白のステイン1900円で、2x4はこの頃380円ぐらい。あ、そんなか。あ、でもまあ600円。だけど2本よりもうちょっと使ったかな。あとは1500円ぐらいかな。 OSB。 あ、5番で、漆喰が8800円。おっ、とっけえ。やばいよ、8800円。ペンキは2缶で、計算してる。3000円で計算してるけど、それがあったんだ。それがあってたんだ。じゃあ2000円を3巻だと思ってたら、そう3000円で計算してるけど、ペンキはちょっと色によって3600円だったり3200円だったりを全部3000円で計算してる今回。なるほど。だけどまあそれぐらいの誤差 OK です。負けは3万円ぐらいでした。よっしゃ、にゃ、やった、当たったぜ。おい、じゃあ次、おいよー、廊下のお値段ポイントはね、こだわりとかあれば。全然こだわりはまあエイジングだよね。エイジングか。毎日エイジングしてたよね、うちら。本当ですね。なんなら一回やり直したし、水色のやり直し。なんか結構ペンキを使ってる可能性がある、ね、俺のこあれの予想とポイントとしては、のじ板が何枚あるかね。玄関は入れてない。あ、じゃあもうろ過だけでいきます。で、のじ板が束何束みたいな、6束ぐらい。1束800円。でペンキ黒、茶色、青、白、黒。ただそれを使い切ってないから、あ、いいとこ目つけてね。そうですよね。だからこれも2巻として、で、クッションフロアなんだよな。クッションフロア確かメーター1000円とか1500円かって。で、まあ2メーター3000円。あ、そう、ボンド2500円。そんなもんだろう。いや、結構ペンキ使ってるな。もう一缶足して9000円にしましょう。これでいこう。ちょっといい仕事してますね。私のやついきます。はい、オープンザプライス。あ、予想の方だね。ポン、17,700円。ほう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 。のじ板がマジで全然読めない。じゃあいきます。はい、オープンザプライス。バン、
おほい、ほぼほぼぴったり。おお15,600円。お、15,600円。はい、路地高1380円計算をこの頃してます。10枚。ああ、うん、で10枚で1枚を真ん中でぶった切って、はい、これ2枚になってるんだよね。ああ、そういうことか。うん、だから畳1畳分ぐらいで1000円、あの1380円っていう感じです。うん、うん、グレーは多分、うん、でもこっちと含めてになってるから、ここだけだったらまず一缶でいけてると思う、うん、うん、っていう感じですね。 OK です。お、ちょっと近いな、うん、結構近いね。面白いのかこれ、近くて結構俺ここむずいと思うんだよな。ここはむずいと思うよね。コンパニーコントリプラー、ミシン、ミシンがマジでわかんねえ。意外と安かったよって言ってた気がするんだよな。そっ、このミシンね。でも、でもだと思う。でも8,000円で、このボールが2,500円で、タイルに関してはもうわかんないからまとめて8,000円ぐらいかな。蛇口も7,500円。フィーリングです。フィーリング。で、2x4 がさっき300円だったけどちょっと値上がりして、やっぱこれは500円で、2本使ってるから1000円で、鏡なんだよな。これでも意外と安かったって感じだったから確か3000円とかで、あと小物で、で、なんとかざっくり入れて1500円。お、結構いってるぞ。計算がむずいぞ。でん洗濯機は番長にもらいました。あ、そうですね。なんだろう、この男のざっくりの、あれ、俺計算めちゃくちゃミスってる気がする。3万で収まるはずがね、4万にしとこう。計算ミスった。はい、じゃあ私の予想、じゃん、48,100円。ほい、じゃあ、はい、お願いします。あれ、天気台入れたっけ。入れたか。じゃあ、オープンザプライス。はい、いきます。オープンザプライス、じゃん。さっきので良かったんで。あー、計算ミスってなかった。全部の、ここは全部バラバラなのに、はい、辻褄が結構取れてたんだよね、今のやつは。なるほど。ミシンが8000円って言ったけど、じゃあね、はい、うん、うまいなと思って、7000円。おお。3000円で送料が4000円かかったんだよ。おで、タイルのシートは、はい、ワンシート500円の6枚使ってるの。はい。で、ここ3000円って感じだね。あ、そこちょっと高すぎた。で、これが、はい、5,800円の。あ、で、これが多分3,800円。あ、じゃあ大体つじつま合っちゃった。うん、つじつま合っちゃったんだ。鏡は6000。あ、6000。うん、5,999円。イケア、ペンキはこれ実は買ってない、ほとんど。あ、そうか、あまりか。あまり、うん、ドラえもん部屋のあまりのペンキに黒を混ぜたからペンキはかかってないですね。なるほど。うん、コンパで1500円計算してるかな。あ、じゃあ大体。うん、クッションフロアいけなかったの。クッションフロアは1500円の 1.5 メートルっていう耳っちい買い方をしたね。うん、結構安いうちわけでできてるね。なるほどです。オッケー。次の部屋。おっしゃ。次の部屋。トイレ。トイレ。ああ、ジャックの値段入れてねえな。ジャックの値段はまたなんか今度。はい。これ結構初期の方なんだよな。これ初期。あと初期の方が俺がなんか結構ケチだね。家買ったばかり、本当にお金がなくて貯金ゼロだったの。なるほど。そうです、思い出しました。これとかまず押し入れのやつですね。押し入れの、もともとあったスマホ。上も確かそうなの。あれ、上買ったのか。いや、上もね、あれですね、余り物だな。シラシラ、うん、シラを初めて使った。で、しかもまだ初期だから木材も安いはず、うん、これもう2本とか1000円でいってる。いや、1000円じゃない、1200円。おいよ。はい。じゃあ、まさきくんの予想は、はい、じゃん、15,000円。お、ドゥドゥンドゥドゥンドゥ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 ン。はい。はい。オープンザプライス、じゃん、バン、4,800円。安っ。そう、ここほとんど廃材なんですね。あ、そうなんすね。クッションフローが1000円なんだわ、ネットで。うん、これだから多分290円。そうかそうか、じゃあ大体、うん、あ、じゃあいい計算したら、ね、今度考え、うん、いい計算してましたね。オッケー。考え中、考え中。まさきくん、考え中。ふよ。階段が、あ、ポイントはどこですか。ポイントは、ポイント？すべポイントはもうそのあれだよ。はい、ピアノ、ここはやっぱと、そう考えると、うん、天気系が多いのかな。あと俺これが意外と寒かった記憶なんだよな。あ、入れてない。あ、いレコードは入れてない。それはもうインテリアとして撮ってるの。あ、オッケーです。うん。レコードは高かったね。レコードは全部で1万円使った。そうですよね。うん。で、ノジータが2位にしてる。だけど、これ半分に割ってるから。いや、でも40万円ぐらいやってるとこあるな。いや、50ぐらいやったな。
よし、30、30の3セット買ってく、2400円、モジーター2400円。でクッションフロアは結構あったんだよな、3メーターぐらいだとして4500円。でペンキもなんだかんだ3缶ぐらいだとして、いや、2缶でいい、 OK。OK です。行きました。はい。じゃあ、私のこの階段の予想。ダンダン12,900円。はい。おお。なかなかいつもいい。はい。はい。オープンザ。よし。オープンザプライス。バンバン。8,900円。おお。安いな。安い。なぜかっていうと、はい、クッションフロアもは廊下とトイレの余りなんだよね。あ、そういうことか。あ、勝てないんだ。廊下の方の金額に入ってて、コッパーだけなんだよ、これ、うんうんうん、だからもうこれが買い足す気がなくてで、そうなったね、階段みたいになったんだ。クッションフロア台抜いたらいいですね。そうだね、結構いい点いってる。はい、OK です。でーす。2階和室。2階和室で、まあ、ここはドラえもんの部屋とそんなあるといいかな。うん。で、ここのポイントとしては俺結構ペンキだと思うんですよね。ペンキ結構使ったね。間違えて買った分は入れないよ。どこでもドアのペンキ代は入れない。で、5番が多分1300円、1500円とか3000円と。あ、じゃあ行きます。はいはい。まさき予想はバンバン35,000円。バン、ほいほい。オープンザプライス。バンバン39,600円。おお、惜しいや。だいぶいい線いってるんだよ。いい線いってますね。うん、確かに。そう、カフェ板が980円とかで、うん、はい、22枚使ってる。おお、うん。で、ペンキは赤が足りなくなって2缶いってる。5番2枚でしょ。で、ステインとトップコート。あ、そうか、そうか、言ってた。うん、1部屋5万円以内が目標だったから俺の。おお、最後の最後にいいこと聞いたぜ。はいはい。はい、じゃあ最後2階。2階。怖がり抜きですね。怖がり抜き、うん、レンガはね、上の片方のあまりなんだ。あ、そうか、うん、いいこと聞いた。じゃあ、これマジでむずいな。断熱材が結構かかったと言っていたので、うん、3万5千円。知らない割にいいとこ出てくるね。で、ペンキはこの部屋意外と使ってないんだ。あ、いや、でもこれ確かあまりとかを使ってたから、まあ、いい線いってんな。あと残地物繊維とか使ってたんだ、まあ、でもこの規模だからペンキ2個分ぐらい使ってるはずだから、まあ6千円と。でもさ、繊維も乗ってんな、これ。あ、ていうか、そうか、大学フローも使っていたら、6000畳、こんなの、10000畳、コードで、ショーンフロア、うん、が、確か3メーター、いや、もっとあるな、2、3、5メーターの1500円、多いけど、7500円。で、あ、モジータもこれ確かな、畳何畳 ?4 畳、4畳だとして、4000円。精度が上がってきたな。で、ここが難しいのが、あれなんだ、石膏ボードとか入ってるな。うんうん。で、石膏ボード確か何枚使ってたの。3、4、5、8枚な気がするな。いや、もっと使ってるな。石膏ボード10枚でいいな。で、マジで分かんないのが、石膏ボードの金額が分かんないな。確かに。マジで分かんないな。1500円ぐらいかな、1枚。うん。で、1万5000円。で、壁紙ですね。うん。まあ、クッションフロアみたいなもんだとして、20m、2万5000円、うん、3万、壁紙3万、壁3000円、2万5000円、うん、これで計算をしていると、目玉、2階リビング、皆さんはどういう予想をしたか、コメント欄にぜひ、リビングを。まさきの予想。はい、私の予想、結果が出ます。ダン、ダン、117,500円。117,500円。はい、お願いします。はい、俺が結構なんか抜けてるとは思ってた。おさ、じゃあオープンザプライス、バンバン、13万。おお、ほぼほぼいい。いいな。うん、いい。だけどどういう計算したら嫌がるんだってぐらい言ってることめちゃめちゃだ。ちなみにクッションフロア15m買ってる俺。15m。うん。だってここ横幅 3.5 とかで、ね、部屋の柄の関係で余分に買わないといけないから。ってことは結構してますね。結構してる。壁紙思い出したんだけど、話してるうちに、はい、多分22m使ってる。え、結構欲しいっすね。うん。で、石膏ボードが1枚500円くらい。ああ、そこで当たるのか。で、18枚買ってる。
あ、で、それであったんだ、じゃあ。そう、ここで数字つながって、金額がそこで大きく誤差があって、で断熱材が1200円計算の、はい、1280円とかだったかもしれないけど、うん、1200円計算の30倍だった。うん、だから3万9000円とか。クッションフロアの下にコンパネ入れてるでしょ。コンパネ12枚入れてて、でこれは、うん、で言った通り、まあ、塗料は全部余りで、ノジータが多分4セットなんだけど、今ノジータが2000円ぐらいに値段が上がってる。え、そうなんですか、うん、倍ぐらい上がってるんですか。8000円ぐらい。というわけでここまでこの家の中だけだね。中だけ、うん、ちょっと抜けてるのもあったのでざっくりなんだけども、はい、行きますか。はい、70万円で買った家、はい、買ったリフォーム資金ざっくりとバカバーン27万。おお、うん、まあネジとか細かいの入れたら多分、はい、うんうん、40万とかいくのかもしんないけど、うん、それでもですよね。それでもなんかかなり安く、あとなんか初期にやった頃のやつと今のやつと感覚が変わってきてて、こんなことならあそこ断熱材入れとけばよかったなとか、あ、そうか、住んでみてとか、そうここケチらなくてよかったなみたいな風に。だから家買った時本当に俺貯金ゼロになったじゃん、うん、だから生活費をこう削ってになってったから。皆さんの予想はいくらでしたでしょうか。いくらでしたでしょうか、はい、って考えると1年で1ヶ月3万円ぐらいで、まあゴルフ1回みたいないい趣味だと思う。そう、自分のものになるね。まあ、またある程度進んだりしたらやっても面白いですね。そうだね、はい、OK、 じゃあ、はい、こんな感じで、はい、予想金額よりも低かったら強制的にいいね、強制的にチャンネル登録、強制的にコメント、強制的にわー、クマさんすごい、安上がりアイデアマン、キャーキャー、まさきくん値段何も知らないわーっていうコメントをよろしくお願いいたします。はい、ではクマでした。まさきでした。せーの、1、9、出す、出す。